お願いします。いただきます。おま卵食べる。うん、卵の白身のとこだけ食べたい。いいよ。やっぱ混ぜるかもしれない。犬混ぜた方が美味しい。混ぜれば美味しくないでしょ。美味しいよ。かける？卵食べたい。うん、いいよ。掴める？無理でしょ。分かった、マー君。硬い方くないとダメなんだ。お、お、行った。あ、指違うよ。あの、辛いんだな。そうだね。もう。うん、めっちゃ。こういうことじゃないんだよね、酢を使ってくれっていうのは。今日はちょっとこれ挑戦してみたんだけど。何でこれかな。なんで。ママ。うん。あのね、唐揚げラーメン。これいいんじゃない。美味しいねそれね。あと唐揚げスープ。ラーメンじゃないの？唐揚げスープあるよ。え、あ、ないよ。あるの。マコも走ってもらうよ。うん。トマト食べたい。食べる？次何食べようかな。焼きそば。焼きそば？うん。ちょっと美味しいけどね。何の焼きそばがいい？甘い。からし入ってないやつ。カップってこと？お湯入れて作るやつ？うん。何いいの？嫌いなんじゃないの？一回食べてみる。やっぱ嫌い。あ、そう？ご飯みたいなの入ってる。マヨネーズつけてもいいんだよ。じゃがいもがちょっと粗いのかな。これじゃがいもなんだ。どうしました？マヨネーズ。あー、もぐ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 。うん、いっぱい食べるね。今日は新しいおもちゃで遊びました。何のおもちゃ？アイス屋さん。ん？アイス屋さん。へえ。ブロック？木のおもちゃ？本物みたいなおもちゃ。へえ。それはスズランさんだけ遊べるの？違う違う、みんな遊べる。いっぱいあるの？ちょっぴりしかないけど。順番に遊べるの？すくうやつあるじゃん、アイスすくってポッて、うんうんうん、あれね、すっごい大人気だからね。誰かが取るとみんな一回だけでいいから貸してよって喧嘩になる。リーナワンでできたの？使って遊べたの？でも男が多いの、そこから。女の子が遊びたいんじゃないの、アイス屋さんは。あ、女の子はね、アイスの注文を見せるさあ、それが取り合いになるのよ。へー、マークもやってんのそれ。マークはまずくない？え、いや、うんうんって言ってるよ。おい、じろっと見られても。それはマークも一緒にいるの、そこに？うん、いるよ。いるの？マークは何やってたの？すっごい大人気だ。うんうん、アイス屋さんがでしょ。
コーンとかカップも大人気だし。うん。あ、髪切るってこと？髪切り屋さん？それを敷いて三つ編みの髪にかぶるやつをプシュってつけて、シャンプーとかリンスをつけて、じゃんって鏡でお花の鏡で見たり。結構高度な遊びするんだね。うん、で豚の遊び。トウモロコシであのプチプチの食べるとこある。それがボタンとくっついてるからプチって言ったね。分かった。でくっつけたりできる。へえ。あとは寿司屋さん、いろんな屋さんができるのね。あとは寿司もお寿司も具とご飯がボタンでくっついてるから、それをつけて握ってへいお餅って。おにぎりみたいなのね、板に乗せてへいお餅ってやったり、いらっしゃいとか言ったり。それお客さんもいるの？いるよ。そういうのもいいの？ここにエプロンつけたり、男は字書いてるエプロン、女の子は花のエプロンをつけてへいらっしゃい。ガッツガッツガッツゲッツゲッツ覚えたの？うん、カルシウム。カルシウム。ゲット。ああ。CM ね。豆もやって。やだ。やって。やだ。ゲッツちゃん音やって。ゲッツ。ゲッツ。何のゲッツ？フィーバーなの。ゲッツ。ブラックと同じだね。そうだね。ゲッツ。ゲッツやってみたい。そうだよ。なんでゲッツなの？違うの？もう一回やって。そうだ。ゲッツ。ゲッツ。みんな上手ね。はい、ママだよ。無理無理。じゃあみんなでせーので、一せーのーで、ゲッツ。一せーのーで、ゲッツ。覚えたな。こうして。ゲッツ。ちょっと野菜食べてないよ。食べて。こうじゃないんだ。こうなんだよ。1回だけ。4回食べて。4回。4回食べて。うん。そう。音がじゃあ1回これくらい食べてっていうのと、4回食べるのどっちがいい？音が1回じゃあこれくらい食べてっていうのと、リノがじゃあダメ4回食べてっていうのどっちがいい？リノが自分で4回。だって音に盛り付けたら嫌だもん。音に盛り付けないでよ。ハサミながらすくうね。ハサミながらすくう。ハサミながらすくう。いいよ。それ一回でしょ。うん。うん。マヨネーズかかってるところでいいから。ここ挟んで持ってくる。さああと2回。うん、ダメそれ、ノーカン、ノーカン。ここ、ここ、人参のとこだ、人参のとこ。ゲッツゲッツはい、ゲッツ。ダメだ、そこじゃない、ここ、ここ、ここ。ね、最後に野菜食べるの嫌でしょ。最初に食べればいいんだな。そう。あ、美味しかったね。うん。こうやってよ。ここにここついてどうやんの？でもこの指は下なの。ここにこうする。久しぶりにちょっとこっち使ってみてよ。味なんかしてみてよ。これつくんだっけ。普通にかつ普通でいいんだよ。普通に持ってごらん。同じようにそう、うん、うん、持ち方は上手になってる。あとは使い方だね。できないこれ。こうもう反対。あ、下上下反対なの。上下が反対。うん、こうでも、はい、こうお姉さん指引っ掛けるの。お姉さんってどれ。薬指。お姉さんこれだよ。これ。え、これやりづらくないこれ。
それお兄さんでしょ、今引っ掛けたの。犬に貸して。なんだよ。犬に貸せ。え、こうでしょ。ごちそうさま。違うよ。ごちそうさま。ごちそうさまするの？マー君ご飯残ってるよ。マー君ご飯残ってるよ。こうだよ、こう。何も貸して。ちょっと待って。うん、だからここをこう、これをこう持つの。うん。分かったよ。で、こう動かす。お兄さんで動かすんだよ。お兄さん指を。のりついてるのり。ねえねえ。ちなみにちょっと貸してよ。ちょっと貸してみて。なんか。どう持つの？ん？違う。で、お姉さん、ちょっと来てこっちに。お姉さんゆ、お兄さんは上でしょ、こうでしょ、お姉さんはここに引っ掛けて、そう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 、ほら上手。今これからこれで食べよう。そうやってやるやつなんだよ。使うんどころの野菜食べない？食べる。なんでやだし。その細い人参掴んでごらん。じゃえ、なんで掴めるかどうか。あ、おお、うん、そうなのよ。食べなさいな。いや、食べなさいよ。あれ、なんで普通の箸使ってんの。あれ、掴めてるよ。 あったかな。あ、ジータンは、ジータン今雨、今日朝、山口って言ったんだよ。うん。で、まあ、とりあえずその後は、3時過ぎまで雨が止むのを待って、移動を考えてますって起きたけど。ホテル。それさ、例えばホテルで待機なら結構きついんじゃないの？もうそうなればホテル出て、どっかで雨宿りしながらの待ちだよね。連絡して、じいたんを追いかけて。ママ。追いかける？ママ、すごい。今から旅行行くか。あざ。山口って言ったらへん？あった。ん？つかめた。何つかめた？ご飯。ほんと？見して。見して。ちこ。すごいじゃん。ちこ。切っちゃってるんだよ。ご飯を挟むときに切っちゃってる。せっかく。ほら。優しくこう。いいよ。なんか立てないんだよ、箸。そうだね、箸立てない。マークはパジャマできる。うん、でも、うん、パジャマでしょ、それ。パジャマじゃないか。山口ってどこ？四国。おお、で、四国だってよ。四国。すごい、何キロぐらい走ったの？何キロぐらいだろう。69メートルじゃない。そこじゃん。保育所にも行けないんじゃないそれだと。うん、違うね、もっとだ、全然もっとだ。だから碇ヶ関までで200キロって言って、じゃあ119に、じゃあ119だよ。ちょっと待って、119。もっともっとずっとだよ。もっと2000キロ。あと入れてもいい。どう取ってるの？別に回ったりして、じゃあ2800、思いっきり回ってはないんだよ。じゃない。思いっきり回ってはないんだけども、こう沿いを、下沿いをずっと行きながら、下沿いって外側、外側をね。日本海の方ってこと？そうそう。をずっと東京経由して、何経由してって感じで。東京経由？東京経由。千葉行って東京行って、日本海沿いをだからこう行ってるんじゃないんでしょ。うん、その県を、ね、県を行ってる。その中でなんか自分の中で見たいものをチョイスしながら。チョイスって何？リーナ、チョイス、チョイスって何？あ、油のことじゃない。リーナもあの自転車気をつけないとパンクするんだよ。すると交換しなきゃダメなんだ。え、自転車で行けばいいじゃん。だからジーターンって、あ、乗れないんだまだ。
ごめんごめん。おいおいおい、なんだそれ。3人、あれ3人でも坂道さん4人でしょ。 急ブレーキさえ踏んでもさ、止まない時ある。え、坂道それブレーキのかける力弱いんだよ。坂道、坂道に乗ったことあんの？降りたことあんの？うん、ないでしょ。三角公園、あーちゃんと一周したことあるか。やめて、道路は出ないでって言ったでしょ。あ、そっか。でも道路出るのは証拠。あの坂道登れないもん、心臓。心臓は無理。心臓無理だよ、ね、あれ、だから、もう立ちで行ける。行ける。行けるの？行ける。だから、あの、高校の時に、あの、あそこを、足つかずに登れたらいいことあるみたいな。だから足太いのか。いいことあるみたいな。だから大変。いいことないでしょ別に。あとはあの坂をノーブレーキで降りてそのままつ。どこま、そのままどこまで行けるかっていう。それは怖いな。怖いね。さっきね、音とね、体重計測ったらね、何キロ？